上田幸太郎、行く。4点と5点の壁って大きいよね。以前のノイジーなら刺されてたやろな。阪神の走塁がストレスなさすぎるんよ。たまによそやエンゼルス見るともう競技が違いすぎる。ヤクルトに再開になってほしいけど、中日にも勝たないといけないジレンマ。またさらし投げみたいわ。さらし投げ一人やと近藤がひたすらかわいそうやけど、続けたら達人も洗脳解けるやろ。ナボドの阪神応援は辛い時代経験してるから。広島ファンの中日ヘイトがすごそう。こないだみたいな下い蹴りじゃなくて割とでかい追加点やぞ。不純ちょい怪しいし、こいつもバッピーアンドナイスんねん。楽勝すぎてどんでんまだ死球のこと考えてそう。負け確定早すぎて草。くだらない試合で終わっちゃったね。またこいつらいつもノイジーにごめんなさいしてんな。涌井はイニング食って若手守ってくれてると、買い打ちにドラファンの言い訳を破壊する立浪采配すこう。木下いないとダメだわ。露骨に投げ替えドラゴンズになる。今日上田ざらし投げさせなかったら安登板祭りやぞ。勝ちパターン投げるなら近藤を変えなかった意味ないからな。ソフバン騙してシルエットノイジー見せて。ご視聴ありがとうございました。